はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ私のね、動画がね、やっぱり画像が綺麗っていうのは、まさに昭和から令和に一気にね、タイムワープしたみたいな感じで、私も妙な感じだなと思ってます。私の動画の良さっていうのは、ちょっと古めかしさとかね、レトロ感というか、ノスタルジーに浸るところも良かったのかなと思うんで、これもしかしたら私のね、動画の良さが失われるんではないかなというふうな懸念もありながら、でもね、挑戦とか進化っていうのは、今までの自分を捨てるってことも込みですからね。前回も動画でお話したと思いますけども、麻雀に例えてね、麻雀ってのは上がることも大事だけども、捨てることも大事なんですよね。捨てることっていうのは、その、方っていうんですけども、麻雀を、牌を捨てるとね、捨てた場所っていうのがあるんですよ。捨てる場所っていうのが。そこにはその人の、捉えきれなかった人生が表現されているというふうに言われるんですよね。まあ、ここからね、麻雀の専門的なことになるんで割愛しますけども、とにかく人っていうのは自分の捨てたものに関心を抱かなくなってしまうのかなと思いますけども、私今回ね、吉谷さんとこうやって動画のリレーをするときに、よくよく思い出す、そして話題に出すのが、麻雀店とかね、それから他の会社っていうのを全て捨ててここにいるってことなんですよ。もっと言ったらですね、ネットビジネス、アフィリエイトを始めたときっていうのは、その他の何を失ってもいいと。自由さえ手に入ればもう何もいらないんだというね、腹のくくり方をしたんですよね。まあ見事に何もかもなくなりまして、私の40歳っていうのは、それまでの人生とそっからの人生、まるで別人を生きてるかのようでございます。40歳っていうのはね、私の30代の延長線上であり、また20代の延長線上であったと思いますけども、40から後の人生っていうのは、まさにね、起点は40歳にしかないんですよ。私今48ですけども、今日を過ごす48歳っていうのは40歳から始まったその延長線上にしかありませんし、45歳の私も40歳からの延長線上にしかないというね、この感覚なんですけどもね、お分かりいただけるでしょうか。で、吉谷さんがね、BMW の逸話をちょっとお話してくださったんですけども、明確にイメージしたものっていうのは必ず手に入る。これはね、例えれば、どっか有名なね、弓道士が言ってたんですけども、弓をこう放つじゃないですか。これも億万長者合宿のどっかでお話したと思いますけども、弓をね、パッと打つ前にも当たってるらしいんですよ。当たってから打つから外れることがないっていうふうにね、そんな逸話があるんですけども、これはね、一体どういうことなのかなっていうと、麻雀で例えばね、まず牌が配られるんですよ。牌パイって言うんですけども。その瞬間に誰が何点で何十目で上がるのかってことが分かるっていうのが、プロの領域なんですよね。これ、麻雀のプロって言われる方の人はできません。だからプロっていうのは、いわゆる、メディアプロと、本当のね、プロ。これね、裏プロって言われてるんですけども、ちゃんとした麻雀で生計を立てるプロという2種類があってですね。まあ、いわゆる麻雀プロっていう風に、お金を払ってプロになる人と、お金をもらってプロになる人って分かれてるんですよ。まあ、残念ながら、雑誌とかメディアに出てくるプロっていうのは、プロではないという見解もあるぐらいなんですよね。まあ、例えて言うとですね、これも例えになりますけども、囲碁とか将棋って、大会の中で1人か2人しかプロの認定が取れないらしいんですよ。でも麻雀プロっていうのは、まあ、ぶっちゃけね、試験もあるんですけども、お金を払えば誰でもプロになれちゃうんですよ。要するに、プロを名乗るための看板料を払うことによって、プロ団体を作った人を支えてるっていうね、そんななんかこう、なんですかね、構図になってるんですよね。なんと言いますか、上納金構図と言いますかね、そんな感じになってると私は思うんですよね。だからまあ、私は麻雀プロってのはあまり好きじゃないんですけども、ただ麻雀プロが好きじゃないからといって、麻雀プロ個人個人が嫌いってわけではないです。これちょっと難しい表現になりますけども、麻雀プロの方はいろんな思いを込めてね、制度上仕方なくそこに入ってる部分もあると思うんですよ。まあ、ですんで麻雀プロ個人の方には、これからのね、麻雀っていう世界をものすごく高めていただきたいなっていう期待も、あったりとか、まあ私自身がもう麻雀を離れましたんでね、もうどうでもいいかなと思ってるところもありますけども、ただやっぱりね、麻雀で飯を食っていた私としては、まあ食えてなかったんですけども、ちなみにね、私ね、麻雀屋では赤字だったんですけども、こと麻雀に関してはずっと黒字だったんですよ。お金がない時っていうのはちょっと高レートのね、闇麻雀に行って、それで店の補填したぐらいなんでね、実はね、その世界で生きていけないかなと思ったんですけども、まあね、家族を意識した時にやめざるを得なかったと思います。やっぱ健康状態とか時間とかね、だからまあタバコの匂いもね、良くなかったし、まあなんせね、悪い付き合いができるんですよ、麻雀してたら。レートが高くなればなるほど悪い付き合いができていって、なんか突き抜けると、なんか悪い付き合いどころかいい付き合いになるみたいですよね。ちょっと話戻しましょうか。明確に未来をイメージしたものっていうのはそのまんまその通りになるっていうのは、矢追純一さんのね、UFO ディレクターのアーシアンへのメッセージで、私もね、前回の動画でお話したと思いますけども、まさにそうなんですよ。私はね、将来こうなるんではないかなとか、こういうふうにしようと、まさに決めたことって本当その通りになってるんですよね。まあ、ナイト2000。私のね、象徴的な、40代で象徴的な買い物ですけども、このナイト2000ってのも明確的にそうなると思ったんですよね。
そのナイト2000を買う前にまずはね、ベルファイアっていうちょっと大きめのファミリーカーを買って、その後でこれだと思ったんですよ。で、その時には駐車場がどこそこにあってとかね、どんな形で、まあ、購入に行ってとか、もうすべて明確的だったです。で、まさに的に当たった状態だったんですよ。あとは私が的に当たった、その事後処理、作業をするだけだったんで、まあ、あのお金の処理とかね、あと、多分フォロワーのこととかもそうだと思います。ね、ナイト2000の支払いをする時の、支払い方法っていうのは、やっぱり法人で買いますんでね、経費勘定にしないといけないんで、どうしても分割ローンになるわけなんですよ。一括でも買えたわけなんですけどもね、分割ローンにした方が税制的に有利なんでそうしたんですけども、その時にローンが取らなかったわけですよね。うん、でもローンが取らなかったけども、必ず私はこの車に乗って帰ると思ったんですよ。まあ実際は、乗って帰ったわけではないんですけども、うん、でもその時に、YouTube のフォロワーが8000人というね、そんな時代でした。で、YouTube のフォロワーが8000人だよっていうことを審判会社に告げると、まあ、審査を通ったというね。こういうことにもなってるわけなんですよ。まあ、ですんでね、やっぱり明確に描いたことっていうのは、うん、必ずそうなると。必ずそうするために自分の知恵も働くし、行動も補填するっていうことなんだろうなと思います。吉田さんの話、私はよくわかります。吉田さんが話すことっていうのはね、まさに私が言いたいこととか、体験したことが多いんですよ。だから気が合うことも多いのかなと思います。あ、ちなみに吉田さんね、一眼レフで、やっぱ別撮りすると、音声はね、すごくいいですね。やっぱり映画みたいですね。うん、なんか違和感しかないですよ、やっぱり。吉谷さんっていうのは、この、自撮り棒でこうやって歩いてた時代がね、珍しいというか。本当にあの頃ね、懐かしいですね。初めてね、広島の私の事務所に来ていただいた時っていうのは、まさに私の誇らしい時でしたね。うん、ネットビジネスってものを始めて、一山当ててね、で、毎日のように塾生さんがいらっしゃって、で、私の、セミナーに、吉谷さんがゲストで来るよって言ったらやっぱりね、大勢の人が集まってくださってね。いや、あんなに、ね、誇らしいことはなかったです。本当に皆さんのおかげだと思いました。だからこそ私はね、これからも、誠実にやっていきたいと思いますし、失敗ももちろんあります。でも失敗した後は、失敗する前以上の速稼塾になっていたいと思いますし、そこについてきてくれるような、人材を育てるという意味でね、ちょっとおこがましいんですけども、カリキュラム、コンテンツってのをお送りして、一人一人をビジネスの世界で、育てていきたいと思いますね。私はね、後継者ってものを何人か持ちました。各都道府県に何人かいらっしゃいます。で、実際自分でビジネスを志している方、そして成功させた方、結構いらっしゃると思いますけども、それでもね、そういう方たちが、これからも私の姿を見て、まだまだ叶わないなっていうふうに、こう、考えていただけるような、思っていただけるようなね、ちょっとある意味壁になってあげたいなと思うんですよ。最強の壁に。もう久保哲郎は超えらんないや。でも、挑戦し続けるぞ、みたいなね。思っていただきたいかなと思いますし、あ、久保さん大したことねえなと、速稼塾大したことねえな、ではなくってね、どこまでこの人やり込むんだ、みたいな、そんなね、人間になっていただきたい、いただきたいかなと思いまして、今日もカリキュラムをお送りします。そういう意味ではね、うん、私自身、そのカメラを変えたっていう些細なことですけども、過去の自分を捨て去ってね、新しい自分に変わっていくための、やっぱこう、恐れもありますけども、挑戦をこれからも繰り返していこうかなと思うわけなんですよ。まあでもね、こうやって見ると、画面綺麗ですね。私のね、動画ってね、やっぱりこの、レトロ感、昭和感が味だったのかもしれませんけども、これからどういう風にね、視聴者数が変化するのか、ちょっとね、恐ろしいところもあります。ね、本当だったら、画面が綺麗になったら、チャンネル登録が増えたりとか、再生回数が増えることを期待するんですけども、私の場合はね、どっちかっていうと、逆が起きるんじゃないかなと思ってますね。まあもちろん私の場合は、視聴者ゼロ、チャンネル登録ゼロでも、全然お構いなくこの YouTube 放送ってしてると思いますけどね。うん、まあそのぐらい、入れ込んでるかなっていうところですね。はい。ちなみにね、今日ね、ゴンペイシンジさんっていう方から、Facebook でメッセージ来まして、新潟に住んでる方でね、吉谷さんをネットで知って、そのつながりで私を知ったということなんですよ。ただね、この方のタイムラインっていうのが、なんですかね、偽ブランドのセールスページになってるんですよね。これは、どうなんですかね。私はちょっとね、その辺も、ちょっとね、チクチクっとした、会話を込みでの動画をちょっとお送りしてるんですけども、うん、こういう風なね、偽ブランドを売るような方とは、まあ、やるのはいいんですけども、偽物を売ってるとね、偽物にしかならないんですよ。うん、やっぱりこう、本音、本物を勝負していかないといけないと思いますし、まあ、だからこういうのをやってる限りは儲かってないんだろうなとかね、初心者なんだなとか、私から見ると思っちゃうんですよ。まあ、だからこそ、メッセージくださったと思うんですけどもね。うん、だからこれから、この方との付き合いが、ゴンペイさんっていうのね、方との付き合いがもしね、太くなるようでしたら、これは違うよということをはっきり言うと言わないといけないかなと思ってますよね。うん、
やっぱりね、偽物って続かないんですよ。私たちが大事なのは、本当本音で繋がっていくことなんですよね。だからこそ、リピートも起こしていただけるし、紹介も起こしていただけるし、信頼ってものを失ったらもうビジネスではなくて、単なるね、詐欺ですからね。信頼ってものを失ったらね。ただ残念ながら、詐欺っていうのは信頼の向こうにあるっていうのも事実なんですよ。うん。そして、詐欺にかかった人は、またね、似たような詐欺に、しかも同じ人からかかるんですよね。うん。だから、詐欺師っていうのは、何回でもセールスするんですよ。だからここがちゃんとしたセールスマンと詐欺師セールスとの見分けが非常につきにくいことなんで、だからね、せめて情報を取る側には、本物を見極めるね、違いのわかる男になってもらいたいなと、女の人もそうですけども、違いのわかる人物、その目利きですよね。で、私とか吉谷さんのレベルになってくると、偽物と本物はほとんど見分けがつきます。もう最初の、あの一文字でもわかります。もうそのぐらいですよ。だからね、本物をやってたら何をするのかってことがもうわかるし、偽物っていうのは何をするのかってことはもうね、ほんと同じパターンなんですよ。だから皆さんにもね、最後、この動画のまとめとして申し上げたいんですけども、引っかからないでほしいと思います。同じパターンですから、インチキは。インチキは同じパターン。そして、正直にやる人も同じパターンです。同じパターンって言葉では一緒なんですけども、正直にやってる人っていうのは、まさにね、この、凡事徹底と言いますか。もうね、効率が悪いことを、意図もしないんですよ。ね。私は吉谷さんの動画放送って効率いいですかね？全く良くないですよ。効率が悪いことがでも効率がいいんですよ。うん。こういうね、パラドックスにまた陥ってしまいますけども、詐欺師っていうのは結局効率が悪いんですよ。なぜなら、二度とマーケットに出てこれないからなんですよね。でも、二度と出てくる人もいるんですよね。ずうずうしくもね。それは、完全に人たらしと言いますか。その人に包み込まれちゃった人が何回でも騙されると。何回でもお金払っちゃうみたいなね。また、兄さんに騙されちゃったよ、みたいな感じでね。なんか、一種ね、語り草になってるのかなと思いますけどね。いやー、まあでも吉谷さん、ひどい人が多いですよね。このネットビジネス世界ってのは。ひどい人が多いからこそ、我々みたいにこういうふうなね、馬鹿正直一本気にやってるものが救われるところもあるんで、まあ、いろいろですかね。はい。ではですね、今回の動画は以上です。吉谷さん、いってらっしゃい。画像映りいいですね、これね。